百科全書は、フランスのゲー思想家ディドロとダランベールら百科全書派が中心となって編集し、1751年から1772年まで20年以上かけて完成した大規模な百科辞典。百科全書の表紙、百科全書の出版は、イギリスのイ、e ・フレーム・チェンバーズによるサイクロペディアに刺激され、企画された。当初この企画は、 サイクロペディアに目をつけたフランス在住のイギリス人、ジョン・ミルズが、フランス語への翻訳を、パリの王室公認の出版業者である、アンドレル・ブルトンのところへ持ち込んだことから始まった。ミルズとその助手は、フランス国内の出版法を知らなかったため、フランス人である、ル・ブルトンへ相談したのだが、ル・ブルトンが、王室発行の出版特任を自分のみの名前で取得したことから、 ミルズとルブルトンの間で裁判沙汰がしばらく続き、その間に取得した特任は執行してしまう。ミルズらとの裁判が一段落した後、1745年5月には、百科全書の原型は、アンシクロピディウディクシオナルユニバーサル、デアーツイデサイエンシズとして告知文が出され、ジェンバースのサイクロペディア内の記述の誤りを正し、 新たに発見された項目を追加する役割のみの編集者としてフランス科学アカデミーの地学部門会員であるジャンポール・ド・グワド・マルブが任命された。しかし、マルブは全体的な改定とそのために大勢の編集助手、執筆者を参加させることを提案した。その中に当時ほぼ無名だったディドロやダラン・ベールも含まれていたが、ルブルトンは 費用がかかりすぎることと、執筆者の知名度が低すぎることを理由に強行に反対を続ける。編集作業が開始されてから、マルブは、抗論に疲れ果て、編集長を辞任してしまう。そのため、ルブルトンは編集長に、ディドロを任命したが、ディドロは、再度、もっと包括的で翻訳ではなく、自分たちが執筆した。 百科全書を出版するようルブルトンらを説得した。ルブルトンは合意し、ディドロは知人であり、当時はるかに名声の高かったダランベールに共同編集者を依頼する。ダランベールが執筆した序論によれば、これは技術と学問のあらゆる領域にわたって参照されうるような、そしてただ自分自身のためにのみ自学する人々を啓蒙すると同時に、 他人の教育のために働く勇気を感じている人々を手引きするのにも役立つような時点であった。当時の技術的、科学的な知識の最先端を集めたこの書物は古い世界観を打ち破り合理的で自由な考え方を人々にもたらすのに大きく貢献した。しかし企画段階から体制側との緊張関係の中で刊行された百科前書は そこに記された思想によって意味を持つだけでなく、その観光自体が一つの政治的な意味を持っており、18世紀のフランス系盲思想が成し遂げた成果といえる。総執筆者は184人で、最年長のファルコネは1671年生まれ、最年少のモルレは1819年に亡くなっている。百科全書の執筆に参加した人々は、 通常、百科全書派と呼ばれており、その中には、ボルテール、モンテスキュー、ルソーなども含まれるが、むしろ必ずしも有名ではない知識人がその大半を占める。百科全書の意義は、そうした大規模な知識人の結集、共同作業を実現した点にもある。ただし、共同作業であるための困難もあり、1757年に、ダランベールが、 ジュネーブの公を執筆すると、ルソーラがそれに異議を唱えて、協力を拒否し、ダランベールを呼びそれに同調した、ボルテールも執筆をやめてしまった。それに追い打ちをかけるように、エルベシウス、精神論出版許可取り消し及び紛書処分の煽りを受けて、1759年には、百科全書の出版許可そのものが取り消された。しかし、ディドロは、 出版統制局長マルゼルブの目人とドルバックラの協力のもと、非合法的に編集作業を続けた。百科全書の刊行が再開されるのは1765年のことである。ポンパドゥール夫人モーリス・カン・タンドラトゥルによるポンパドゥール夫人肖像画に描かれた夫人の左手の先にある大番の書物は百科全書の一巻であることが知られており、 ルイ15世の公めかけであった婦人の肖像画に書き込まれるということは、婦人が百科全書の出版を公に保護していることを意味している。初版の発行部数は4250部。当時としては大成功であり、フランス国外でも好評であった。中心となった予約購買者は新興のブルジョワ階級で、これは フランス革命の推進派とも一致している。百科全書は1751年から1772年までに全28巻が刊行され、シュアブラによる研究によって、本文の末期の総ページ数16,142ページ、項目数は71,709とされた。しかし、この項目数の数え方には現在見直しがなされており、その見直しが進めば、 項目数はこれよりもさらに増えることは確実である。この点について詳しくは、ヨイチ、スミ、タケシコセキ、ポアユヌエーデシオンクリティークインフォーマータシーデール、アンシクロピディ、ケルクプロシジョンズシュールレメタダーニーズ、インリシェルシェズシュール、ディドロイシュールエルアンシクロピディ、44、2009, ピアニッシモも、207から218を参照。日本では、 大阪府立図書館や筑波大学、高知大学、放送大学、一橋大学、名古屋大学、慶応義塾大学などが、百科前書前館のコレクションを有している。ただし、新生のパリ版ではなく、1770年以降に、ジュネーブで出版され、パリ版と告示した、ジュネーブ版を所蔵する、図書館も多い。1960年代からジャック・プルーストや、 ジョン・ラフ、シュアブラによる研究が進み、現代では両版の違い、さらにはパリ版間の違いがほぼ明確になっているが、日本の図書館の百科全書がそれらのどれに相当するか、聖地かつ網羅的に調査した研究はない。現状では、慶応義塾大学図書館所蔵のパリ版が、世界的にも最も優れた、版の一つと考えられている。この点について、詳しくは、 いつみたつお、百科全書を読む、大本文研究の外観と展望を参照。ありがとうございます。